どうも高木です。こちらなんです。いかにして私は12歳年下の女性の心を盗んだのかっていう本なんですけど、まず今あなた自身が俺おっさんだしイケメンじゃないしどうせモテないよって思ってる人、そういう人たちに対して有用な本だと思うんで話したいんですけど、まあ外見に関して言ってしまえば、まあファッションのプロであったりメイクのプロで、もしは髪のカットプロである、そうお店や店員さん、その人たちに委ねてしまう。私に似合う服選んでください、私に似合う髪型にお願いしますとか、私の顔に合ったメイクお願いしますって感じで完全にもう委ねちゃう。そうすることによって、まあ、自然とマイナス5歳の外見を目指すって感じでいいですよって話で、むしろ問題なのはあなたの心、自信、まあ、エフィカシーなんですけど、あんた自身の心を徹底的に若作りしなさいっていう話で、やっぱり自信のないね人に女性は近づいていかないよって話なので、こういう現実のギャップ、思い込みのギャップを見やすくするためにも、こういう本を読んでね考えてみるといいと思いますよ。それでは。